によく見られる渡り鳥であるチベットから中国東北部沿海州バイカル湖周辺で繁殖し非繁殖期は日本中国南部インドシナ半島北部への渡りを行い越冬する日本では冬鳥として全国に到来する韓国では流暢2002年に豊橋総合堂植物公園が日本の動物園で最初に 常備滝の繁殖に成功し、日本動物園水族館協会の繁殖賞を受賞した。ケージ内で縄張りを持ち、ペアを形成し、放乱14日目にヒナが孵化し、ヒナ6羽中2羽が生育した。体長は13.5から15.5センチメートル。体重13から20グラム。スズメより、わずかに小さい。オスは、頭上が白く。 目の周りが黒いのが特徴である。メスは頭が泡褐色でオスとは簡単に見分けられる。胸から腹、尾にかけてはオスメスとも大々色をしている。翼は黒褐色だが中ほどに白くて細長い反転があり、ここで金年種と区別することができる。分類説によって、ひたきかもしくはつぐみかに分類される。 ヒタキ類のように木の上から飛び立ちハムシを空中捕獲で捕食するほか、ツグミ類のように地上に降りることも多い。平地からの低山の明るく明けた林の中に生息する。冬の日本では、人里や都市部の公園などでもよく見られ、身近な冬鳥の一つである。批判食器は、オスメスともに単独生活を行い、縄張りを作って、 同種を排斥する習性があり、異性個体や鏡に映った自分の姿にも攻撃を加えるほどである。お辞儀のような姿勢で鳴き声を上げて縄張り争いをする。しかし人間に対する警戒心は割と薄く、3から4メートルくらいのところに降り立つこともある。昆虫類や蜘蛛類などを捕食するが、冬にはピラカンサなどの好みもよく食べ、 ヒサかきなど実をつけた木によく止まっている。軌道、崖のくぼみなどに、枯葉や苔を使って皿状の巣を作る。5から7個の卵を産み、主にメスが放卵する。国内での繁殖はすべて建物の隙間など、人工構造物での映像である。地鳴きは自転車のブレーキ音を短くしたような声で、火や木と聞こえる寒高い声と軽い打撃音のような、 カという声を組み合わせた特徴的なものである。火の声はかなり遠くまで届く。早朝にも鳴くことが多く、二度、火、火、続いて打撃音のカ、火が来る。この打撃音が火を焚く時の火打ち石を打ち合わせる音に似ていることから、日滝の名がついたとされる。和名のジョウは銀髪を意味する。ありがとうございます。